柳田敏夫は、日本の物理学者。君党は、随法、重光明。学位は、工学博士。大阪大学栄誉教授、名誉教授、文化功労者。株式会社村田製作所での勤務を経て、大阪大学工学部教務職員、大阪大学基礎工学部教授、大阪大学医学部教授、大阪大学大学院生命機能、研究科研究課長、 大阪大学大学院生命機能研究科教授大阪大学免疫学フロンティア研究センター副拠点庁独立行政法人理科学研究所神戸研究所生命システム研究センターセンター長独立行政法人情報通信研究機構の情報通信融合研究センターセンター長独立行政法人理科学研究所神戸研究所多細胞システム 形成研究センターセンター長代行などを歴任した。1946年10月10日生まれ、兵庫県出身。大阪大学に進学し、大沢文夫の時期弟子となる。生物物理学を専攻し、蛍光顕微鏡やレーザートラップ顕微鏡などを用いた一分子計測の先駆者である。大阪大学にて工学部、基礎工学部、医学部、 大学院生命機能研究科などで教弁をとった。大阪大学退職後は、理科学研究所の神戸研究所にて、生命システム研究センターのセンター長に就任した。また、情報通信研究機構にて、脳情報通信融合研究センターのセンター長にも就任した。また、学術団体としては、日本生物物理学会に所属し、会長にも就任した。 ふらふらしている人がいい仕事をする。ありがとうございます。